次ですね、イメージマップメッセージですね。これがですね、結構使えるんですよね、これ。ぜひですね、このフレックスメッセージ使えるのと使えないんだと、全然こう、見た目のインパクト、美しさですとか、あるいは使い勝手とかですね、全然違うと思いますので。ちゃんとボットを作ってみると、アンフォローイベントって、なんかめちゃめちゃ大事なんだなっていう風に思いました、ね。でですね、こっから先がですね、本丸の部分となりましてですね、先ほどの4つのバリエーションがありますよといったエリアについてのお話です。まずはですね、いろんな種類のイベントについてお話をさせていただきたいと思います。で、こちらがですね、今お示ししているのが、これがイベントの種類ですね。で、さっきの、オウム返しの例で受け取ってたイベントっていうのは、これはもうメッセージイベントですね。こんにちは、ハローですかね。ハローって言ったのが、メッセージとして飛んできましたよ。言ったのがありますと。で、それ以外もですね、ポストバックがあったりですとか、なんかいろいろあるんですね。結構ですね、動画視聴完了イベントなんかも飛んでくるんですね。これユーザーが送ったビデオをですね、最後まで見たら、見ましたよっていうのを送ってくるイベントみたいなのがあるんで、なんかちょっとこの動画必ず見てねみたいな、なんかそういった管理をするときだったりとか、あるいはその、なんて言うんでしょう、コンバージョンを調べたりとかするときになんかですね、なんか使えるんじゃないかなみたいな、なんかそんないろいろ、あったりとかしますと。で、今日ですね、全部見ていくわけにはいかないので、ちょっといくつかピックアップしてですね、お話をしてまいるんですけれども、まずはですね、メッセージイベントですね。もうこれはもう、上二つリードブに書いてあるところは、一つ目はですね、当たり前なんでいいんですけれども、これはですね、メッセージ、イベントなんですけれども、テキストだけじゃなくてですね、いろんなメッセージタイプですね、画像だったりとか動画だったりとか、あるいはその他ファイルですね、こういったものも、メッセージイベントとして受け取れるようになってます。で、どんな時に使うかっていうと、例えばそのテキスト翻訳とかですね。こういったのはもうメッセージイベントでやっていきますし、あるいはですね、ユーザーがなんかこう画像を送ってきてそれ処理してなんか返すみたいなですね。こういった時にもメッセージイベントっていうのを使っていくことになってくるのかなというふうに思ってます。で、下はですね、メッセージ、イベントの例なんですけれども、イベントの中にですね、タイプメッセージというものが入っていて、で、この中に、具体的にこのメッセージオブジェクトが入ってみたら、なんかこんな構造になってたりとかしますと。で、他のですね、イベントにも共通する話なんですけれども、イベントに対して返信するときはですね、この、リプライトークンという、返信をするための、なんて言うんでしょうね、トークンですね。返信するためのなんかこう、権利じゃないですけども、与えられた権利みたいですね。こういったものがありますので、イベントからこれを取り出してですね、これに対して返信していく。これは他のイベントにも共通する話なんで、ちょっとこの後は省略するんですけども、ちょっとここで、あんまここ論点ないんで、取り上げさせていただきます。あとイベントちょっと2つほどピックアップしますと、ポストバックイベントですね。ポストバックイベントはですね、ポストバックアクションを実行しましたよってことによってトリガーされるイベントですと。で、このポストバックデータってどんな形で入っているかというとですね、例えばこんな感じ、これ全部文字列なんですね。なんかクエリストリング的に扱っていけばいいんじゃないかなというふうには思うんですけれども、何らかの文字列データっていうのを、送れるというふうに思っていただければというふうに思います。で、このポストバックイベントなんですけれども、さっき日付選択も確か例あったかと思うんですけど、なんかこう日付選択した時とかもですね、実はポストバックイベントが、トリガーされるんですね。で、そうしたときは、このデータだけじゃなくて、このパラムスっていうところに、例えば、日付が入ってきたりとかですね。なんかこんな感じで、とにかくデータがいろいろ飛んでくると、っていうような感じになってます。で、これの使いどころなんですけれども、そんなわけでですね、なんかボタンを押したときに、メッセージだと、なんでしょう、すごくたくさんの情報を送ろうとすると、トーク画面にダーッとこうメッセージ出ちゃうんで、なんか不格好だったりとかもしますし、そういった時にですね、ボタンに対してポストバックイベントというのを紐付けて、裏ではですね、ここだとちょっと、データ少ないですけども、もっといくらでも長くですね、データつけて、制限の中でですね、長くデータつけて、で、トーク画面にはさらっとですね、送信しましたぐらい書いておくとか、例えばそういったような使い道だったりですとか、あるいはこの予約の変更とかですね、こういったのを受け取って、
まあ、受付票を発行するですとか、なんかポストバックイベントって、そんな形で利用していくものです。いうふうに認識いただけたらと思います。で、イベントの3つ目ですね。ちょっと今までですね、メッセージだったりとか、なんかそっち系によっていたんですけども、最後ちょっと紹介するのはフォローイベントですね。このフォローイベントというのはですね、これはユーザーが、まあ、公式アカウント、まあ、ボットですね。このボットを、まあ、友達追加したとき、まあ、あるいはこのブロック解除も実はですね、入ってくるんですね。これをしたときに、飛んでくるイベントですと。なので、例えばその友達追加の時にですね、これも、どうしたら LINE デベロッパーズじゃなくて公式アカウントマネージャーの方ですかね。そこでその挨拶みたいなのを設定できると思うんですけれども、まあ、それを、オフにして、メッセージング API の方でですね、こういったものをカスタマイズして、送信するようにしたりですとか、あとはですね、会話が始まる前にですね、まずフォローイベント飛んできた時に、ユーザーのプロファイル一回取っといて、その後の会話の時にはですね、何々さんみたいにこう名前も言ってあげられるようにするですとか、まあ、大体そんな使い道があったりするんじゃないかなというふうに思います。はい。というのがですね、大体ちょっとこのイベントのお話でございました。ここでですね、ちょっと皆さんに、今日ですね、いらっしゃってる皆さんお伺いしたいんですけれども、なんか皆さんの方で、僕このイベントをこんな使い方してるよみたいな、なんかそういったのがあればですね、ぜひちょっと披露いただきたいんですけども、いかがですかね。あ、でも、あれですね。なんか結構ありがちな実装だとは思うんですけど、なんか、アンフォローイベントとか、あんまり使い道がないんじゃないかっていうふうに、なんか最初の方は思ってたんですけど、この、実際にボットを運用していくと、例えばユーザーの、なんだろう、データを、データベースで、管理してる時とかに、そのアンフォローされた場合は、そのデータベースからデータを消去するとか、あとはそのアンフォローされましたよみたいなフラグを立てるとか、そういうような実装をしないと、なんかシステムがうまく動かなくなる時とかがあったりしたので、なんか実際にちゃんとボットを作ってみると、アンフォローイベントってなんかめちゃめちゃ大事なんだなっていうふうに思いました、ね。はい。確かにそうですよね。ありがとうございます。なんか、やっぱ持ってたくない情報は消したいし、あとなんだろう。そうですね。プッシュで送れもしないのに。そうそうそう。そうですよね。そうなんですよ。プッシュメッセージ、エラー出ちゃうんで。そうなんですよね。そうそう。それが。そうなんですよね。はい。いや、そんなわけで、もう去るもの追わずとか思っちゃうんですけど、やっぱ必要なんですよね、アンフォローとかもね。いろいろ使い道が。そうですね。ちゃんと、はい、はい。後始末はしないといけないっていう。はい。始末大切。っていうところでですね、いろいろこれ使い道がありますのでですね、ぜひ、見ていただければと思います。はい。じゃあですね、ちょっとこのまま先に進んでまいりたいと思います。続きましてですね、メッセージオブジェクトのバリエーションについてです。これはですね、まあ、こんな感じですね。10個ぐらい、9個ぐらいですかね。ですと。で、テキスト、スタンプ、画像。まあ、ここですね、ほとんどこのタイプと説明がですね、もう、ほぼほぼ一致してるんで、今見ていただければ、位置情報ぐらいまでだいたいこれはわかるでしょうっていうところだと思うんで、飛ばしますけれども、今日はですね、このうち、テキストとイメージマップと、フレックスについてですね、お話をしていきたいと思います。とはいえ、テキストはですね、とりあえずこう、挨拶代わりに載せてるだけなんで、今更感もあるんで、さらっといきます。1点だけじゃあ、ポイントを。補足しますと、LINE 絵文字ですね。これを含んだりすることができます。で、この使える絵文字一覧みたいなところっていうのはですね、リンク貼っておきましたんで、ちょっとご確認いただければというふうに思います。ちょっとこれ読んでいただくときの、序盤としてちょっと入れといていただけるので、今日はですね、説明は割愛させていただきます。で、次ですね、イメージマップメッセージですね。これがですね、結構使えるんですよね、これ。そういう使い方をするべきなのかどうかっていうのがあるんですけども、これ何かっていうとですね、ある意味さっきのリッチメニューみたいな形に似てますよね。その画像に、
エリアを定義して、まあ、タップできるエリアを定義して、そのエリアに対して何らかのですね、こうアクションをトリガーできるようにするっていうですね、まあ、こんなやつですと。なので自由度高くですね、あの UI を構築できるみたいな、まあ、そんな感じになってます。で、これがですね、例えばこの左側ですね、これ、私が作ってるボットなんですけれども、これ例えばですね、このセルの一つ一つ、あ、これあのリバーシなんですけども、セルの一つ一つにですね、タップできるエリアっていうのを設定していて、まあ、それを活用するとですね、リバーシができると。言ったように、なんかこうゲーム作ったりとか、他にもビンゴゲーム作ったりとかですね、なんかそんなことにも使えたりするようなのが、このイメージマップのメッセージです。まあ、それよりも一番多いのはですね、基本的にはこう、なんかグラフィカルなですね、バナーみたいなものっていうのをドーンと出して、まあ、キャンペーンみたいな形でそれをタップしてもらうとか、まあ、そういった使い方が一番多いと思うんですけれども、このゲームみたいな使い道っていうのも、まあ、あったりしますと。で、もう一つですね、今日お伝えしたいのが、このイメージマップってですね、実は動画も再生できたりとかするんですね。で、これはですね、ただ動画を再生して終わるだけではなくて、こちら見えますかね、この右の方がその動画なんですけれども、これ再生全部終わった後に、リンク出せるんですよ。で、リンクに、この VR でおしゃべりっていう風に、リンクというか、ラベルが出てると思うんですけど、ここを設定できて、これをタップするとですね、まあ、任意の、まあ、ウェブページに飛ばせるみたいですね。実はなんかこんなこともできるような機能があったりしてですね。まあ、結構このイメージマップっていろいろ使いどころがあるんじゃないかなって。皆さんだけの、あなただけのイメージマップ使いを、開発してくださいみたいな、なんかそんな創作意欲がですね、どんどん湧いてくるのがこのイメージマップでございます。私結構これ好きです。で、もう一つですね、取り上げたいのが、まあ、フレックスメッセージですね。もうこれはですね、まあ、基本的に技術的には、CSS のフレキシブルボックスっていうですね、技術書。これに基づいて、レイアウト自由にカスタマイズできるっていうような、まあ、そんなメッセージになっています。で、まあ、これがその、なんて言うんでしょうね、一つの使用例で、これなんか入管の、ビルの入管受付みたいなものを作ったりとかしたのがこれですね。なんかこう、タイトルを設定したりですとか、まあ、いろんな属性情報、そしてこう、なんか入管のための QR コードを設定したりとか、で、さらにアクションになんかこう、つながるようなボタンですかね。まあ、こんなものを例えば、作っていくようなことも、この CS、フレックスメッセージっていうのは、まあ、できてきますし、まあ、これあんまグラフィカルじゃないんですけれども、これ右側ですね、実はこのフレックスメッセージを、作るのって結構この CSS フレキシブルボックスの知識必要なんですけれども、これをですね、出来上がりを見ながら、作っていく。しかもこのいくつかのテンプレートを選んでですね、あ、なんか大体僕作りたいのこういうのなんだよねっていうのを選んで、それをカスタマイズしてですね、これのソースを作るためのシミュレーターが公式から用意されてますので、ぜひですね、このフレックスメッセージ使えるのと使えないんだと、全然こう、見た目のインパクト、美しさですとか、あるいは使い勝手とかですね、全然違うと思いますので、ぜひともですね、利用を検討いただきたい形式かな、というふうに思っております。はい。以上がですね、以上3つが、メッセージタイプについてのお話でございましたが、ここでまたですね、皆さんの推しメッセージタイプについて、推しとは限らないんですけども、メッセージタイプにまつわるお話をお伺いしてみたいと思うんですけども、いかがでしょうか。フレックスメッセージはやっぱりすごいよく使いますよね。なんか、テンプレートメッセージが似たようなものにあると思うんですけど、うん、テンプレートメッセージだと例えば、パソコンで表示することができなかったりとかして、うん、フレックスメッセージだと PC でも表示することができるし、まあ、すごいリッチなメッセージを作れるし、なんか僕もボットを作るときはもう基本的になんかすごい、なんだろう、簡潔な情報とかはテキストメッセージで送りますけど、まあ、それ以外のちょっと複雑な情報とかはもう全部フレックスメッセージを作りますね。そっちの方がすごいリッチになるので。そうですね。そっか、そうですね。パソコンで使えないっていうのは結構一つポイントなのかもしれないですね。テンプレートメッセージじゃなくて、はい、フレックスメッセージもなんかあれですね。自分の中でそのある意味、なんだろう、テンプレートで用意されている、その、ボタンだったりとか、確認だったりとかの、フレックスメッセージの、こう、テンプレートを、自分の中である程度作っちゃうと、なんかもう、テンプレートに寄っちゃったりとかって、
私も結構あったりします。そうですね、もうあのなんだろう、なんかあの使い回しというかコッペというか、そういうのでペラペラやって結構簡単に作るようになります。そうですね。はあ、なんかあの羊羹くんから今なんかコメントが来てたんですけど、そのフレックスメッセージを送信するときってタイプフレックスのオブジェクトを使うのにシミュレーターでタイプバブルしか作れなくていつも困るってコメントが来て、これ僕めちゃめちゃわかるんですよね。その、うん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 、なんかフレックスメッセージシミュレーターで作ったあの JSON をあのそのままあの、ソースコードになんか貼り付けるときにそれをそのまま送っちゃうとエラーになっちゃって、あのタイプフレックスをつけて、うんうん、でその JSON のコンテンツの要素にそのフレックスメッセージシミュレーターでなんか吐き出された JSON をあの入れてあげないといけなくてみたいな、だからその一手間をし忘れてエラーになるみたいなことは割とあります、ね、なるほどですね。僕もバブルのテンプレートじゃなくてフレックス作ったことあるんですけど、そうだったことをちょっと忘れてましたね。確かにそうだったか、そうだったかもしれないですね。基本的にでもそうですね。だからバブルのオブジェクトを作っといて、それを、なんだろう。そうですね。なるほど、なるほど。で、自分で、リストにして使うっていう、結局そういう感じになるわけですね。で、その時に、そうです、うん、タイプをカルセルにするのかな、感じですかね。あ、そう、カルセルの場合は、確かフレックスメッセージシミュレーターで、なんかタイプ、カルセルって、イベントが作られた気がする。そうです。なるほど。ちょっと後で試してみます。フレックスメッセージシミュレーターは、フレックスメッセージシミュレーターはめちゃめちゃ便利ですよね。うん、あれがないともうフレックスメッセージ作れなくないですか？JSON の力作りはしないんで、はい。シミュレーター以来ですね。はいはいはい。そうですよ。リファレンス見ながら、一個一個プロパティ探して JSON 書いていきますかって言われても、ちょっと嫌ですよ。ですね。はい。